それでは、矛を使った爆弾ゲームを始めていきたいと思います。先頭のヒレオくんから、スタート!この爆弾を、爆弾ってか矛なんだけど、1から3発、1、2、3発自分で選択して、撃つことができます。で、矛を最終的に割ってしまったら、負けです。でもヒレオくんは1発で、タコちゃんは3発撃ちましたね。まだ、矛は爆発する大きさじゃないから、攻めれるんだけど、駆け引きが意外と重要。ちょっと大きいね、もう。もうちょっと大きいね。ヒレオ今2発かな ?2 発いった。3発。3発はいいかな ?2 発。みんなちょっとそろそろビビってきてるんじゃないか?怖い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 。怖い怖い。思われるぞ、ほぼ。一発だ、一発でチェンジだ。ヒレオくん、ね、2発、3発いったヒレオくんこの大きさで3発いった。やばいんじゃねそれ、あー!タコちゃん、アウトだ!ヒレオくんの番からかな ?2 回戦。始まりました。もう、最初もう、慣れてきたからみんな3発だ。ちょっと余裕持ってる。もう、みんな3発だ。もう、引かないね。結構みんな強気で。もう2発だ!初めてここで2発が見られる。そろそろじゃないか?これ。そろそろじゃないか。1。うわー!今恥ずかしい今恥ずかしいやつだ。怖がってる。処刑の線を怖がってる。あ!外した!処刑できなかった。ヒレオくん戻っちゃった。なぜか車線が当たらなかったので、チャージャーの攻撃が当たらなかったので、このまま続いております。ちょっと慎重になってるね、みんな。さっき目の前で、ヒレオくんがやられるとこ見ちゃったから。みんなちょっと慎重になってる。あー、やばいよ、そろそろ。そんな気がする。追加。ヒレオくん怖がってる。あー大丈夫だ。いや、怖い。うわー今度イカちゃんがアウトだ。ちょっとヒレオくんのあれで汚れてるわ。当たるか。ちょっと慎重になってるかもしれないね。ここは2発か。ん?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 5 発ぐらい。今5発ぐらい撃ってなかった?なんかめっちゃ撃ってるぞ。おぉ。どっちが勝つのか、どっちが勝つのか。もうそろやばい、もうそろやばいぞ。威力。これは、どうなる?うわぁ!あ、違う。優勝が、ヒレオくん。準優勝が、ショートカットのイカちゃん。3位が、ロングヘアのイカちゃん。